皆さんこんにちは、韓国ネイリストひやです。今日は冬を迎えてセルフネイルをしてみようと思っています。今日やってみるデザインはこれです。まずジェルクレンジャーで拭いてください。今日はエアブラシを使ってグラデーションを表現しようと思っています。専用のジェルをこうやってよく振ってください。エアブラシは力の調節を間違えるとこうなるなので、エアブラシは力の調節が一番重要です。力の調節をしっかりしてあげるとこんなに綺麗なグラデーションが完成します。一度に作業で完成するととても素敵じゃないですか。このままケアする前に肌についたものを落としてケアしてください。グラデーションの上にグリッターを少しのせてみます。グリッターの上にストーンでポイントを当ててみます。ではトップジェルで仕上げてみます。ブラシを使用する前にトップジェルをまんべんなくつけてください。まず薄くトップジェルを塗った後、トップジェルをもっとたっぷりすくってオーバーレイして塗ってあげます。ストーンを集めは薄いブラシを使ってトップジェルを塗ってみます。トップジェルのキュアが終わった後、雪の花を描いてみます。描く前に必要なジェルがありますが、それはこのホワイトクリームジェルです。
雪の花を描いてキュアしてくだされば完成です。今日も最後まで視聴してくださって本当にありがとうございます。また会いましょう。